皆さんこんにちは、ジャパニーズガールの夏美です。今日は久しぶりに、ちょっと Vlog みたいな感じです娘が寝てる間じゃないとなかなか落ち着かないので、実はですね、私は今フィリピンのマニラのマカティというところにいます。私のインスタグラムを見てる方はご存知だと思うんですけれど、先日、12日にドゥテルテ大統領の発表からマニラが封鎖っていうことで、ちょうど私は3週間フィリピンにいる予定だったんですけれど、来週に、タイに行く予定だったんですが、その封鎖を受けて実は置き去りっていうのかな、足止めになっちゃいました。なんですけれど、まあジタバタ動いてもしょうがないので、もうここに留まろうかなと思っています。一応発表ではですね、3月の15日から4月の14日までっていうことになっていて、結構その情報が交差していて、なんかこうはっきりしなかったんですね。その日にちは出てたんですけれど、私のように海外に向かう飛行機は大丈夫なのかとか、そういう情報がなかなかこうしっかりとしたものが入ってこなくて、私の場合実はエアアジアという LCC でタイに行く予定だったんですけれど、そこの会社にこう何度連絡をしても全然連絡が取れなくて、これもちょっとこう一つ私自身がそこの航空会社の予約変更をもともとお願いしようと思ってたんですね。日にちをもう少し先送りにしようと思っていて、で以前からこう連絡をこう取ろうと思ってウェブサイトとかメールとか電話、あとツイッターからも連絡してたんですけれど、それがなんかこうつながらなくて、で結局、前日になってフライトの予約変更じゃないな、フライト変更が決まったので払い戻しますみたいななんかメールが来てっていう感じでした。まあもう行けないかなって準備をしてたので、動かなくてよかったんですけれど、変に動いてしまったらね、行ったところで何にもならなかったってなったかもしれませんまあそんなこんなで一応タイのホテルとかで、ね、いろんなもの予約してたんで全部キャンセルで少し大変ではあったんですけど、それもなんとか落ち着いて、で今日この動画を撮ってるのはなんかこういう、まあ、ピンチというか、まあアクシデントですね。アクシデントがあった時にまあ誰かの参考になればいいかなと思って撮ってますまあね、本当アクシデントってそんなないに越したことはないのかもしれないんですけど、アクシデントが起きた時も、もう前向きに対応していくっていうか、こう問題が起こった時に自分なりに解決していくっていう力があれば何が起きてもね大丈夫ですよね。で私の場合はまあそんな感じで、とりあえずはフィリピンで滞在するところさえ見つかれば大丈夫ですし、あとはビザの関係上、観光ビザが30日までなので、それをイミグレーションで、伸ばすというか、手続きしてくるっていう感じでしょうか。ということで、戻ってきました。今、ここら辺は本当に人が多くて、で、一応はそのスーパーであったり、薬局っていうんですか、日用品を買うお店は営業していて、その他の大きなこうファッションモールみたいな、ショッピングセンターはお休みっていう形になっていたり、時間営業時間が短くなったりっていうような形になっているみたいです。なのでね、ちょっと今日は回ってみたらガラリと変わってたので、ちょっと心配。起きちゃいそうです前向きに、自分の、ね、気持ち穏やかに健康的にこう過ごすことが一番大切だと思うので、日本の皆さんもちょっと、
テレワークっていうんですかね、になったり、皆さんいろいろ環境がね、大変な方も、あとはスケジュールの変更とかをね、こうすることになってしまったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、今を大切に、過ごせたらいいなと、私も思ってます。できることをしましょう。そして私も、自分で健康になるようなヨガを、たくさん取ってアップできたらと思ってます。では、皆さん。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。